このメニュー。今回はアビーの話ですが、最初に付け加えておきますが、今回アビーの存在が月姫世界に関わるという説を挙げます。アビゲイルの幕間に、彼女の夢であるセイレムが出てくるんで、そのシーンをピックアップしてみるぜ。勝負は発する、無情に発する。まずアビゲイル幕間は、カルデアアビーと一緒に寝てたら謎セイレムに招き寄せられます。メッピーがグダさんを魔術師との呼びするの一般人認定してなくて好き。あ、かい、コーズって一人前だけどまだ未熟、みたいな立ち位置らしいですよ。一般通貨メッピー曰く、このセイレムはアビーのトラウマらしいことの説明があるよ。広場を見るとアビーを取り囲んでいるセイレムの人々の姿があったよ。アビーめっちゃ告発しとるやん。むしろアビーが精錬、敬虔なキリスト教信者の娘という解釈をフェイトだと取ってるようですね。もはや、アビー、と呼ぶ人もいなくなり、糾弾される中でセイレム空間は、一点構成するよ。一点構成しつつも一般ピューリタンおじいちゃんは、セイレム魔女裁判を外の世界に出しては、いかん、として封印しようとするよ。アビーはセイレム魔女裁判の逃れられぬカルマを告発し続けるよ。ここ実は悲劇を守る正義をもってして、フェイト反人類史をアビーなりに守ろうとしてた気もするぜ。犠牲が出た過去を変えない、犠牲、悲劇、痛みをなかったことにしない、踏みにじられた人間がいることを守る、それがフェイトにおける人理正義なんですよね。父親に結果的に捨てられた、魔女として火炙りにされた、選定事象として切り捨てられた、そうした悲劇を守るフェイト正義。そういう意味ではセイレムの悲劇をなかったことにしないように守ろうとするフォーリナー、アビゲイルは反人類史のサーバントなんだろうな。試験ですが、多分北欧異文体はセイレムのような悲劇で自滅しようがないんですよね。セイレムを聖道教会の宗教派閥争いに起因するフェイト解釈の上で、スカディ一神教としての北欧異文体は、そもそも魔女裁判が起こりようがない。その代わりスカディとワルキューレたちの負担がとんでもなくて、スカディで守りきれなかった場合、対応できなくなるという弱みを抱えてた。アビゲイルとゲルダは、年齢が近いこともあってか、環境の違いが如実に出てきてるような対比になってる気もします。一年経つからこそ比較対象もできて見え方が変わってくるってことだな。さて幕愛セイレムは、人々がグールになってしまいます。月姫に出てくる人の容態がグールだよな。英霊と人が基本、対立し合ってて人が強いと英霊が弱まるという謎の設定がここ数年生えてきていますが、そういやセイレムって、シナリオの最中は能力半減ペナルティありましたよね。レベル半減するやつ。アビーはなおも逃れられぬカルマを告発するけど、アビーを守るべくグールたちと戦うグダさんとメッピーを止めようとするよ。ここにアビーの被害者にして加害者、プリ。心優しい少女だけど魔性の少女、みたいなに側面を感じるぜ。セイレムグールたちは、アビーにこの世すべての悪を担わせた上でセイレムから追い払おうとするよ。そしてアビーはセイレムの魔女であると捨て台詞を吐くようにして夢から覚めるよ。この後もアビーがナタに迫真の告白したり、ラビニア大好きっぷりを引きずってたり、味方にしなきゃ人類が積むとか言われてたりするが、今回は触れないぜ。ちなみに月姫世界だと、聖道教会は、近代でも魔女狩りの過激っぷりを引きずった組織として書かれています。これ、足得意点じゃない FGO 世界のセイレムが魔女アビゲイル、ウィリアムズにこの世すべての悪を担わせて魔女裁判を自制しなかったんじゃ。ちなみに2001年頃のフェイトがまともにシリーズ化する以前のインタビューだと、月姫世界の教会がなぜ過激なのかあまり考えてなかったと。でも FGO だとダヴィンチ曰く聖道教会は過激じゃないそうだが、それこそセイレム魔女裁判を、魔女アビゲイル、ウィリアムズにこの世すべての悪を担わせた場合、魔女狩りに対する反面教師が存在しなくなるから、結果的に聖道教会が過激になるというつながりも考えられます。それか、真祖アビゲイル、ウィリアムズが、セイレムの人々をグールに変えたとか、そういう歴史にすり替わってたりしててもおかしくないよな。何にせよフェイト解釈だと、
良くも悪くもアビーだけに非があるわけでなくてセイレムの土壌もまずかったという解釈です。ここ好き嫌いは分かれる解釈だと思います。被害者であると同時に加害者。ですが、その痛みを捨て去った場合、過去の英霊が弱くなる危険性がある。あ、いや。ちょっと待て、英霊召喚ができなくなり、その代わり今を生きる人間、と、ナスキノコの熱き中に設定、仕方よりがなくなる。英霊召喚ができなくなり、結果的に月姫がリリースされる、そして強き人が復活する。アビーは大天使だった。勝負は発する、無情に発する。あとフォーリナー適性のあるヒロイン X ですが、初登場は、使徒、である弓塚さん、シオンさん、リーズさん、そして、聖堂教会の代行者、であるシエル先輩の仲間だったんですよね。人から逃げるな。さてアビーマクアイのセイレムの描写いかがだったでしょうか。被害者でありながら加害者でもある、というのは、魔刀桜から連なる裏フェイトテーマです。ここのコヤンスカヤの煽りは、オフェリアに対するものだけど桜やアビーにも言えるし、ネロやタマモにも言えそうだよな。そしてフェイトらしさというのは、そうした、スケープゴート、押し付けられた魔刀桜、ネロ、タマモ、アンリマユなどの加害者だけど被害者、に対する共感。だから否定すると、ヘブンズフィールエミヤシロウにも、反英雄に救われた騎士並白野にも、報われなかった少年のために4日間を続けようとしたバゼットにも、ぶっ刺さるんですよね。それこそ人理のようにジェンガのように崩れていく。アビーが加害者にされたことにマシュやラビニアの共感を否定しちゃうと、桜やネロ、タマモを被害者、として味方したヘブンズフィールルートシローやエクストラハクノンにもぶっ刺さっちゃうんだよな。だからアビーは、すごいフェイトらしいし、桜が罪を担わされることになるヘブンズフィールルートに通じる部分もある子、好き嫌いは分かれますが、彼女らに味方することを押し通すのもフェイトらしい熱さがあるので好きですね。ヘブンズフィールも第2章からそういう感じになるでしょうし、連瓶するにしてもシナリオ自体を読み込んだ上で肩入れする必要がある。それがアビゲイルや魔刀桜ですね。ヘブンズフィール楽しみだし、月姫復活も楽しみだぜ。加害者だけど被害者、という、あり方は好き嫌いは分かれますが、それでも僕は好きだと主張する側に立ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。